はい、アウト3番385パー4最難関コースなんですって。まあ、確かに細っ、フェアウェイ細っ、右が全部アウトですね。なんとレインマン先生も刻むということでね。だって難易度ナンバーワンということは、はい、OB の確率が高いって、そういうことですね。完全にカマキリ怒ってますけど、そこでシャー言って怒ってますであれば確実に3-4、それは大事です。マネジメントですね、やっぱり、はい、でしかも左目でいいです。さすが管理職。おお、ナイスドロー、素晴らしい。めっちゃ怒ってる。シャー踏まれた、まあ、あれでいいんですよ。森に踏まれた、そうです。めっちゃ怒ってる。シャー言うて、左はセーフなんですよね。まあ大丈夫です。大丈夫大丈夫大丈夫。ダフった分大丈夫です。危ない。いいですよ。危ない。もう下手したら右にシャーって入れるもん。うん、左なんでもう あそこでも OB だし。うまい。あれ OB クイか。ヤードクイじゃないな。よいしょ、あ、やばいか。ああちょっとこれは細いところ落ちるぞ。あ、セーフ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 、ラフに止まった。無理せずに、ちょっとあの日本の木を狙うぐらいで右は危ないから、つま先下がりです。こうでなんぼ。140上り、登っていけ。まあ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 、よきよき。はい、あのちょいめんどくさいライから、うん、15ヤードのとこまで来ました。いやーいいな、クリープやっぱり助かるな。2段グリーンの下ですね。もうピンを直接狙うぐらいで、うまい。ああもうちょいか。ナイスナイス。くればくればくれば。サンキュー。これで3-4。マネジメントが効いています。おー、ナイス。入った。うわー近い。入ったらめっちゃかっこよかったな。ちょっと俺らおしゃれじゃないこれ、うん、だいぶおしゃれ。ボギーでんなもん。タイガー打つかお前は。うん、そら外すな。さあ行ってまうわ。プロでもできへんで、あんな。あれはでもやっぱりアプローチであげたいな。そうやな。ちょっとな。確実性はこっちなんや。まあな。間違いない、それは。間違いない。7.5 上りまっすぐ。もうこんな時はもうカップを狙うか。ラインがどうとかもう関係ないし。じゃあちょっと強めやからさ。うん。どうやろう。いやもうカップを狙うよ。直接まっすぐ。
ただただまっすぐ。よし。いいけど。やっぱちょっと直感ではこっちだと言ってるな。はい、オーバーします。オーケー。ナイスボギー。ありがとうございます。やから練習しただけやから今。まあ、でもボギーでいいね。ああ、そう、そういうことね。まあ、失敗したけど、パターは。そうね。ほぼ OK レベルやったんですけどね。もう、維持でも入れんとな。何があっても入れんと、これは。ナイス、3倍差。よし。やっぱり3倍差のおかげや。はい、4番。310ヤード、パー4。ここはですね、まあ何の変哲もないですけど、狭いは狭いですね。左がなんか谷ですか。ああ、ここもクリークですね。今日は順目だから転がっていくな。なるほど。敏腕マネージャー揃い。まあまあ。なんか今変やった。セーフセーフ。ピッチングみたいな。なんかおかしかって。やばい、でかいか。ちょっとは。やっぱでかいか。ちょっと遠いけどパターン。下り15。ラフの分があるから思いっきり15で。グリーンにまでいかんかったっていうね。いやー、これは話にならんな。
どうなの。わお、一回入ったオッケー。そこはあかんな。さすがにあかんか。一、うん、回カップ舐めたら OK とかっていうルールやったらスコア良くなりそうやけどな、うん、あーエラインやったな今の、はい、乗ってたね、うん、完全にね。あれは早いな。やっぱりスライス早いんやで、うん、あれでカップ蹴られるってことは激早やわ。いやもう全然追ってないな今日見た。うん、俺もやけど、俺も大概やけど。これオッケーやったらドライバーの長さやんか。ワンクラブ。長尺とか持ってたらオッケーだし。オッケーです。オッケー。オッケー。まっすぐやな。すぐではねえ。え？ちょっとだけフック、そっちから。俺がまっすぐ。ナイス。ピャ。ナイパ。何？打ちまくってんなもう。